実は面白い松作さん。そうなんですよね、面白いんですよ実は。晩ご飯は食べます、もちろん。食べないわけはないです。笑う準備は整ってます。死ぬ、ハードル上げないでください。そんな毎回毎回ハプニングはないですよ。どの辺まで読みましたっけ。ご褒美、そうご褒美なんです。食パンは何でも美味しそうに食べるからつられちゃう。まあ一緒に食べましょう。じゃあ見ながらね。お疲れ様。勉強はね、合間合間にしてました。偉い、偉いやろ、うん、最近携帯重いっすよね。今日の MC を取った。今日はマジまでマシでしたね。自分炊いた炊いた、マジで終わるか、炊いた炊いた。弁当じゃんけん残念やったね。え、そうなんです。マジだいたいね、いつもじゃんけん勝つんですよね。でも弁当もう最悪。怒られたからうるさすぎて。いやそうやね、マジで弁当じゃんけん盛り上がりすぎて、ちとしげさんに弁当で盛り上がる、あんな盛り上がるすごいなって言われて、怒られました。ちょっと怒られました。反省会で言われたな。ちょっとなんかちゃんと注意事項言われてさ、うん、気をつけての中に弁当であんな盛り上がらないって言われて、マジで普通に怒られた。うん、ショールーム芸人ありがとう、嬉しいです。テスト勉強の手応え、明日はいける気はしますけど、木曜日のテストが不安で、水曜日公演入ってるんで大丈夫かなって思った感じです。木曜日の方がきついっすね。ねえ、水曜日入ってる？何日？18。うん、嬉しい、みんな前から頑張れる私。これバチ、ほんまにバチ、マジやで、うそやと思ってる？バチやから。言っといた。こんばんは。そう、反省会でマジでって言われた。マジで盛り上がりすぎて、自分一番声出したかもしれへん。2023年。まだ始まったばかりだ。うん。めちゃめちゃ、もうな、一発目で一人だけ負けて、めちゃめちゃ叫んだもん。もう、転び落ちました。転び落ちた？タワー来てる？え？ベチスタ？タワーどれ？山田真剣佑さん、タワーありがとう。声も来てください。ありがとうございます、教えてくださって。何の科目？挑戦後やで。とりあえずマクド値上げはつる。そうやんな、マクドめっちゃ値上げしたらしいな。そうなん？うん、ポテトが190円ぐらいになるらしい、 S サイズ。多分な、私の記憶が合ってたら。だってさ、前までさ、知ってる？ポテト L サイズ150円のクーポンあってん。やばくない？時代すぎ。今日もさくらちゃんぽいありがとうございます。そう、ミヒラの笑いの7割は私です。これバチ、マジでバチ。だって何でも笑うやん。待って、ミヒラあること言ったらと今。いいよ、いいね。いいの？何時今？あ、9時やわ。いや、いいっすか、いいっすか。なんて？重たいかな、いいの？うん、重たい。はい、そうなんです。え、バチ笑わせてるやん、めっちゃいつも。何でも笑う。ゲラやからね、みんな。確かに、そう言われたら終わりや。何も返せ。え、ちょ、聞いて、この服破れてるって今日何と言われたと思う。何と言われたと思う、マジで。えぐいって。いじってくんのやめてよ。こんばん、後ろ待っとちと思ったら、みひなの笑顔の 70% さくらちゃんの時やったの。え、そうなんです、マジで。そんなに今日の弁当、美味しい弁当やったの。ステーキ弁当で、たまに出るやつです。たまに出るやつというか、ステーキがちゃんと敷き詰められてる弁当と、サムギョプサル弁当があって、
で、ハスキーは全員ね、あのステーキ弁当選んで、うん、で、リサに、もう最低なんですけどあのサムギョプサル弁当にパイナップルが入ってるんです。もうパイナップルでどうにかリサ釣られへんかなって思って、リサもステーキ希望だったんですけど、もうマトチと一緒にリサ、パイナップルあるパイナップル、サムギョプサル弁当にパイナップルがついてるよって。このステーキ弁当、ステーキ弁当は上のおかずは、上のおかずは普通で、下のご飯に敷き詰められてて、上から見たらあのステーキがね入ってないように見えるんです。だからもうマトチと一緒にこのステーキ弁当、ステーキ弁当って書いてるのにステーキ入ってないよってパイナップルあるよってサムギョプサル弁当にはっていうのに、もう最悪なことをしてめちゃめちゃ盛り上がってから、スタシエさんにうるさいでこんな盛り上がれるんやって思って、うん、8期一度盛り上がるぐらい盛り上がった。マジでやばい、めっちゃ盛り上がった。ピッサヨって何、監督語ピッサヨってなんか聞いたことある気すんねんけど、夜トイレの MC 面白さを発揮してましたね、バッチ嬉しいけど今日は耐えたよなみんなあ、ショールームで面白い人、うわハードル上げてもうた、でもまあ面白くしてみせますよ昼も夜もありがとう、ありがとうございます。ちひーさんの話が 99% だっけ、ええー、ガチ、うこういうデザイン虫食ってるでとかやめてややめて、虫食ってるとか言われた今日も楽しく踊らされていただきました、ありがとうございます笑顔素敵やった、ありがとう、やばいパイナップルでやばいやばい、コートの触って思った、やばい人になっちゃったパイナップルあれ必死やったよ、マジで必死やった、もうサクパが分けた瞬間サクパ忘れながらパイナップルあるそう、もう私サムギョプサル弁当になったんですけど、もうパイナップル、パイナップルはあるからまだ耐えた、ゆきながパイナップル人生だなどこまで読んだっけコメントってなんかの下の方のも見れへんくなっちゃった、え、そうなん、うん、今日の反省といえばね、ダンサーさんいらっしゃらなかったんで、そう、その反省といえばちとしげさんに弁当で触らないマジで目見合わせてもうたよな、ちょっとあ、やばほんまにマジで、ほんまに楽しかった今日、マジでほんまにおもろかった。こんばんは、サクパンって最近ずっと何倍は出てるね、全ポジ入れるの、え、全ポジは入れないんですけど、何ポジ、何ポジやろ、5ポジとか、すごっ、え、全然、みひなも、みひなも絶対いける、いや無理や、ちかしげさんにさ、うん、なんか5番手新ポジ全然覚えるんで、5番手以上のポジションって覚えれないんですかねって聞いて、新ポジ覚えたいですみたいに言って、うん、そんでなんかでも結構覚えてるんちゃうって言われて、うん、で一番上で5番手なんで、もうちょっと上で出たいですって言ったら、もっと上めっちゃびっくりされて、そんななんかすいませんみたいなすいませんでしたみたいな感じでした。マジでちとしげさん私のツボすぎて、マジでやばい、ほんまにやばい、マジでやばいちょっと待って、さっき読んだコメント、やばい、コメント読んでた、ごめん今日の夜トイレの MC めっちゃ面白かったって評判いいよ、バッチ。でも8期だけっていうのは、うん、マジでたいよな、うん、素は出せる、やっぱり違う、7期生さんの悪いんじゃなくて、普通になんとな、なんなんか7期生さん一人で、あと8期みたいなの多いけど、うん、やっぱ8期全員の時とはなんかちゃうの、うん、素は出せるけどね、七期生さんがいらっしゃったら七期生さんもめちゃめちゃカバーしてくださるんですけど、どの辺まで読んだ、ちょっと破れてないっすよこの服破れてないっす、破れてないっすよどっちね、
面白い話聞いてると笑顔になれる。え、よかった。サプパン、サプパンの弥生ちゃんへのツイートの反応の速さすごかった。マジもう弥生の通知オンにしようかなと思ってマジ可愛いねけど。え、見た、あのなんか好きに変わってお仕置きを見た。やばいよな、弥生のさ、うん、なんか教室みたいなところでさ、セレブで撮ってた。やばい、もう全部可愛い。今日の朝のツイートも可愛かった。いやもうもうたく、そう、弁当、弁当、ほんまごめんなさい。またぎはよ、頑張ります。本当に今日の反省会は弁当について。ちょっとちょっと待ってな。あ、そう、ハスキー公演の出る前に先輩覚えたいですって言ったんですよ。うん、サトパンは若ポンタイプでじわじわ上がってきそう。えー、いや、もうリスペクトしまくってるんでやりたいですね。もっと上というか、その序列をもっとなんかね、なんて言うんですか、マジで無視くって、やめ、マジでいじられるねんけど、そんなと気にくいって松尾田さん、好きなおでんの具教えてください癖強いって。好きなおでんの具、大根。みんなも、マジで不動、安いし一番。大根と何やろな、こんにゃく。あ、わかる。うん、ふく食べてないです。資金勉強はかどってる。あのね、一応頑張ってますよね。一応明日は多分耐えました、自信あり。うん、頑張れ、みんなもできるそう、頑張る。うんうん。弥生の朝ドラマジ納得やんな、マジ納得、納得すぎる。え、通知取ってないけど、マジツイッターめっちゃ見てるんですよね。え、そんな早いってバレるん。ジオンちゃん、ジオンちゃんで勉強しないんでしょって突っ込んでたの面白かった。だってジオンさんとはなんてテスト勉強の話聞いたことないもん。でも全然可愛らしいですね。大学のね、共通テスト2日目らしいんですけど、今日は理系ですよね、多分。そっちに行って当てたら、目の箱を取れた。いやいやな。最善。おめでとう。好きなおでんの大根の品種は何ですか？知らん。カラリと美味しくない？カラリ美味しい。みんなまだ来てないかな。の、あっちで配信してるんかな。聞いてくださいよ皆さん。みんなの話なんですけど、実は私メイクさんに聞きました。メイクさん聞いちゃいました。ま、あの前メイクした時に松本はあの桜田はもういいって、バンドいてくれたらいいって言ってほしいです。大勝利宣言。なんか知られてた。めっちゃ嬉しい。よっしゃ。でみんなメイクさんから聞いた。なんか、うん、ニヤニヤしちゃうみたいな。うん、聞いた。恥ずかしい。恥ずかしい。でも今日の右隣の人の好きなところを言うっていうやつで。めっちゃ今聞いてきたもん。もうお題言ってないのにさ、知ってるよ MC のお題。それも。楽しみって思ってめっちゃ嬉しい、ほんまに嬉しい。マジ大勝利宣言した。こっち来る？
配信してます。配信します？あ、してません。みんなこっちがしてます。なんか食べてんな。はい。バスは映っていいやん。うん。いいな、仲間がいっぱい増えました。めってもらえてた、恥ずかしくなってきた。ふうときよ、おそらやねんけど、何の話してたっけ。やばい、めっちゃな、なんかゆっくり食べていいよって。ダメだ、ダメだよ。え、イブ行って、あ、負け組や、負け組、負け組や。え、何、え、残してたん、弁当。食べてなんですか。一切れ食べしてよ。一切れも食べたけど。早く早く。羨ましい。うまそう。うーわ。うーわ。えぐい。リサは残してる分の。なんかありあり食べてました。食べあのステーキ弁当残してました。つらいつらいつらい。つらい。美味しそう。けど桜田リディアヤタに桜田リディアヤタにあのね一つもらいました。優しいけどミヒナは私がもらったっていうことでありがとうございました。反省会の前にストレスしてるやん、その時ミヒナと昨晩の間で話してたらさ、めっちゃさあやぴょんに喧嘩打てたくなる。うん、そう、え、マウント取るんです最近あやぴょんに。多分みんな知らないと思うんですけど、結構そういうことするやんな。してるな、かっこよくね。めっちゃあのミヒナと今日ねストレッチ隣やって、あやぷんがめちゃめちゃ羨ましそうに見てたので。めっちゃしてました。バトブスな顔でめっちゃマウント張ってました。でもな、あやぷんが昨日言ってんけど、あやぷんはもうリサヒーはあやかのもないからって言ってんけど、うん、全然ちゃうやんな。リサヒーって欲張るからそうやって言われるねって言ってた。なるほど。はい、ちょっと引っ張れたかもしれへん今の。マジで。めっちゃ怒られ、めっちゃびっくりされたもん、あやぷん。そういうことするんです私、マウント取りたがり女。ね、そう、小学生みたいなことやっちゃうんです。煽りスキル高いんけど、あやぴょんとも仲良しなんで安心してください。おめでとうってなってきた、ありがとう。ちょっとわからんけど。夜入ってました、ありがとうございます。桜田リディアとは吸気扇に逃れていったのな。うん、あやくんはもうアミタン可愛いとか言い出したから、うん、で最近アミタン可愛いっていうの押さえてるの気づいてるみんな。うん、ほら気づいてる。言ってたよ、もう言って。仲いいからこそできるしな。そうそうそう、七期生さんとかにこんなんできないんで、でもいつかできるよう、できるぐらいに仲良くなりたいです。無理だ、そうかも。てかさ、ちょっとめっちゃ、めっちゃ、あの、おもろいの返信が来る。皆さん、おもめの返信届いてますからね。全部読んでますけど、もう、なんか、テレビで笑ってるやつ届かへんと思って、届いてかない。クリスマス、ミヒナには買ってない、まだ。昼2列目で見れましたが、さくらちゃん楽しそうでよかったです。ありがとうございます。毎日ポニテ、そう、だいたいポニテっすね。だいたいポニテっす。さくぱんが目をつける吸気性はあみたんだけ。なんか目をつけるというと、みんなさ、ダンス上手いからマジ頑張らなっていう目のつけ方はあるけど、あみたんはめちゃめちゃ可愛いけど、そのあのミヒナとかが嫉妬するなら私はもう可愛いっていうのをやめます。勝手に好きになって勝手にやめる言われて言われましてよみたいな。ほんまにさくらが一番可愛い。ほんまか、可愛い、ありがとう。大きな、まあでもめっちゃブログは見てる一応。吸気性のブログ全部読んでる自分、めっちゃ気になるよな、うん、普通に逆に読みたくない。え、なんで。もう長野県自投資してるから、私はもう一番後輩やから、うん、私の中で。なるほど、もう入ってきたから。
リサ先輩。どんな？あんたのブログで名前上がったで。うん、え、そうなの？え、誕生日やろ？え、そう違う違う。あのミヒだったリサとアイピョンが誰かが上がってなんか先輩と話したみたいなんでミヒさんとリサさんと。ミヒさんじわじわじわ。ちょっとパンのポニーテル好き。え、でも私も一番ポニーテルが似合う気する。知らんけど。最近食パン知らんけどって好きちゃうねん。食パン気になってる。うわ嬉しい、ありがとうございます。え、何どうしたどうした。集まる、集まへんやろ。9期生のブログ全然読めてないな。まあそれでええんやで。密着は見た？見た、見てるやん。なんか見た、なんか密着好きやねん、うん、このような密着っていうものが。西ゆますごかったよな。うんうん、私はめっちゃ仲良いでした。絶対に入りたいですみたいな感じだった。私やっぱ全員可愛いってなんか泣きそうになった。あー全員可愛いと思って、ほんまにもう8期のさ密着の1話見てください。それだけなんかパーティーが起こるから。何これみたいな、もし人空手してたよな。なんかしてたはいみたいな。でもなんかみんなあれ、あれからみんなさちょっと後抜けだよな。うんうん、ほんまに100番も違くない。え、全然違う、マジやばい。8K の中でマジやばいマジやばいマジやばい。あの時を一番赤だけだけは自信があります。あの時は可愛くなさすぎて。いや可愛いって可愛いね。え、一緒やったな。リサとミヒナと私はセレクション審査のチームが一緒やって。めっちゃ覚えてる。サクパンがあの座っててタイあの防火完備まで待ってて、うん、こうやって立った瞬間ホワイトボードで多分バーってぶつかって。めっちゃ覚えてる。全然覚えてない。私ですか？ホワイトボードに当たったんですか？え、ホワイトボードが下にこう来てで座っててで、こうやって立ち上がった瞬間ドーンって。ああそう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 、思い出した。合格発表待ってる時やろ。あの最終審査の合格発表待ってる時に一人でねホワイトボードの下に座ってて、あ、ちょっと移動しようと思ったらホワイトボードがわーなっちゃってっていう話でした。めっちゃみんなに心配されてたよな。いやほんまに恥ずかしいし全然仲良くないのに心配されちゃってもう気まずい。初めて A グループの人と喋ったあの時、うん、え、あ、違う B か、 B、 A と B やったら B の方が余計が多いわけですよ。いやほんまな人もずっと言われてたの、アキラ先生に、うん、B はめちゃめちゃ喋るぞって、うん、A おとなしすぎるみたいに言われて、うん、でも A の方が多いよな合格した人、うん、B だってさくちゃんとみさきちゃんとイケモノのあげちゃう、うん、の、うん、リサの印象は、うん、めちゃめちゃ独り言が出たい。独り言言ってたりくない、うん、セレクションの時からしっかり言ってた、言ってた、言ってたね。ほんまって怖いなと思った、うん、ほんまに、まあ、そんなん全員変わってるやん、うん、オーディション抜けるってここまでくれるってことで。確かにな。ミヒナはミヒナはミヒナはもう踊れすぎてて、うん、逆にもう私その時ミヒナのことあんま知らんかったけど、うん、合格してほしいと思ってた。絶対歌ってほしいと思った。もう誰やねんって感じやけど、なんか上手いやんか、上手いし、なんかいつもレッスンの時前行ってたやん、まあ、うん、めっちゃそういう意味で、そう絶対止まんなかったよ。でさミヒナにさ絶対ミヒナ年下やのにさ自分より、うん、なんか静止のラップ多分見てた。見てた。なんかさ、フットグループに分かって練習するときになんか違うところとか見てもらって。見てた。作文が終わった後なんか、あ、合ってないところとか。なんでやばい。なんかめっちゃ敬語で話される。え、絶対年下やって思ってたけど、みんなうまいからみんなに聞いてた敬語で。大丈夫でしたか。やばい、ほんまにおもろい。いやさ、合格した直後ぐらいにヒカルとどんどん仲良かったからさ、それ多分みんな知ってたんか知らんけど、昨晩にさ、2人で合格できてよかったです。もう誰が見つかるって、もうやばいって、えぐいって言った記憶あると思う。しかもお二人でって言われたから。お二人で、バサ敬語やん、えぐ。めちゃめちゃ丁寧やん。さくらさんは帰らされたことないの、対応の報告はちゃんとしました。帰らされた、帰らされた、びっくりされたな、うん、えってなって、うん、記憶がめっちゃ一番最初に言われ、マジでえ、ほんまポロって言われただけなんですよ、うんうん、えみたいな。懐かしい。対応報告した人、今アミちゃんもしてた、うん、あとあれやんな、 A グループは青春のラップタイムの時に
踊りに夢中すぎて歌ってなくて明田先生切られたよな。あーあったあった。帰らされて、なんかそうで B のは多分なってないやそれが、うん、雰囲気的になってないなって雰囲気で感じたから、いやなんか言われたらしいです、あの A は昨日帰ったから生まれちゃってるみたいな、絶対そんなんな。ずるいずるいずるい。だってさ、その時点でさ、A はめっちゃ帰らされて B も先生帰ったらさ、あ B の方が絶対を合格すると思うやん。え、ちょマジで終わったと思った。右なんとかな、めっちゃ落ち込んでたの。マジで、いや、歌ってた人やったからさ、うんうん、あ終わったみたいな。しかもさ、セレクション3日前とかやったやん。うん、終わったって思って。うんそのあとめちゃみんな自由にちょっと楽しんでたよねちょっと多分スマホでなんてねやばい、ちゃんと練習しろよって感じなんですけど、マジで懐かしい、やばいな。もう今なんてもうデビューしてるか、お邪魔されたおお1900人見に来てくださった、こんばんは。あきら先生帰った後はそう自主練自主練なんですけど、なんかちょっと楽しんでましたスマホで撮り合ったりして、グループラインでさ送られてきたやん、全部写真とか、あやぴょんのスマホでマコとか見えやばいやばいよな、な8期生みんなでやりたい、絶対楽しい。あの YNN のさ8期生のあの尺ちょっと短かったから、ちょっともうちょっとやりたいです、なんか絶対盛り上がる、密着見てたら自分も劣られてる気になって胃が痛くなる。確かにあるかもそれ。間に合った、よかったです。8期生が8期が好きすぎてなかなか9期に興味が出ない、いいことですよそれも。大人だからこそ食べるをたっぷり楽しんでもらいたい、そんな思いで作ったなんちゃらなんちゃらカップです。声優いけます、わー泣いてた人やからたくさん、なんでそんなにさんの生誕、あのさ美咲さんの生誕ちょっとうるってなかったね、毎回あんな感じよめっちゃ毎回泣くのね、そうね、かわいすぎやろ。ゆきのの時は一滴ポロってなって、まこは美咲さんの時の倍うるるるってなって、うん、まあでもこぼれんかったみたいな感じで、美咲さんの時はうるってなるだけで別にそこまで、あそうね、でもアイフ泣いてたし、アイフめちゃめちゃボロ泣きアイフボロ泣き、先生泣きこらえてる時の顔がまためっちゃ本当にピエすぎてさ、なんかどんなやつ、まためっちゃパイあれでめっちゃピエやねんな、うん、顔がとりあえずなんか全員の顔見るような泣いてれば、そしたら大体アイピョン泣いてるアイピョン早いよ泣くの、うん、もうアイピョン重大そう、生誕祭楽しいよね、なんかなんてなんて、生誕祭ってめっちゃ楽しい、手紙大好き、いや分かる、読まれる、ただただ2人の読む人と読まれる人を見るのが好き、いや分かる、いや8期生の生誕祭は多分全員泣くと思う、うん、なんかさ美咲さん泣いてない理由さ、その美咲さん泣きそうになったけどさ、その当時のさ状況をさ知らんやんか、思い出されへんけど、はじきはなんか大体知ってるやん、うん、なんかいけほのとあいぴょんの話もさ、なんかいけほのがなんか泣いてたっていうのも知ってるしさ、なんかもうな泣いちゃうよ、やばいわ、みんなの生誕も泣く、多分お願いします絶対なくて、絶対なくて、絶対なくて、秒で泣くもん、この前もだって私のあやぶどなくて絶対泣いてもユニットユニットどの曲が一番好き、いやでも新キロ、マジミヒナのハート型見たすぎ、わかる、それいろんな人に言われるけど絶対合うやん、一向に実現せへんの、ランナーズハイ、ランナーズハイ好きやけど、なんかランナーズハイってマジで、あのマジでハイテンションにならな無理やんな、なんか、うん、ハイテンションと倒れそうの間のキワキワでやってるの、なんかバトルなんか、うん、やばいやばいって、ランナーズやってる間は強いけど、もうはけた瞬間やばいよな、うんうん、今日も言ってた感じ、うん、ランナーズやばいアイプは涙もろい、いやほんまに涙もろい、あ、B2 次弥生なんや、弥生3月、結構まだまだやな、弥生も泣くやろな多分アイピョン自分の生誕、アイピョンってさ生誕まだやんな多分、うん、なん3月25、うん、
絶対なってやん。多分なんかあの全体 MC のアイブの好きなところとかで泣きそう、うん、え、それなエピソード聞いてて絶対マジそれ助け死ぬ。弥生ちゃんがよく見てまたやってるなって顔してて、あ、それを見るのも好き。弥生とだいたい生誕の時隣でゆらゆらいつ見れるとの、確かにいつやんやろうな。今日なんかのランナーズハイショットに、そう、ランナーズハイショットになんですよ。なんか前、今日はセンターやらせてもらったんですけど、この前ジオンさん出てらっしゃって、なんかポジション変わってないから今日も多分センター一番手やろなって思って、で授業3限まで受けてて遅れて行ってて、もうすぐリハ参加しないといけなくて、でなんか多分今日も一番手やろって思って、最近リハランナーズハイリハーサルでしてなくて全然気にしてなかったんですけど、え、ジオンさんがランナーズハイにいらっしゃって、いつも新キロやのに、え、ジオンさん一番手じゃねってなって、リハやるマジで10秒前に今日2番手ってことに気づいて、マジでやばいと思って、でも1番手と2番手は大体新名なんで、でも同線とかもね、なんか染みついてました。なのでもうランナーズハイはお待たせあれって感じですはい、みんなはランナーズハイの衣装で写真を撮れましたよ。おー、最近めっちゃ着替え早なった、ジトショート焼きの、うん、いやなんかさ、うん、最初めっちゃギリギリやった、うん、やばかった、絶対ありえないです、衣装メーカーで出てた、エブエブ、いっぱいいる、うん、チャタタタチャタチャタタ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 タ毎回かけます。天才とも言わないじゃん。毎回かけてます。え、リサに聞きたいことあるんだけどさ、ちょっと筆談でやります。筆談を。カバン持ってきたって自分。え、なんで弁当の話急になった？コメント欄で急に弁当の話戻ってんねんけど、そんな話したっけ。弁当じゃんけん配信に、ガチ盛り上がったから、めちゃめちゃ声出したから、うん、怒られたもん、もうマジほんまにやばい、もうな、一番最初に負けてもう崩れたもん、やばい。最近アンコールしてる時間が以前より短い気がします。ほっ、おめでとうございます。そう、気をつけてるんです、みんなでちゃんと早く出ようっていう意識です。今日の夜トドトドでアミちゃんおらんかったのはみんなで助け合っていて感動した。もう助け合いですよ、体調悪いのはみんなやってくるんで、助け合い大事。ルームスするかも明日なんかも余裕かましまくってんねんけど、とりあえず3週ぐらいしたから大丈夫、多分な、多分やで、でも一元なんか積んでるようなって話、タイプあるし。さくらちゃんのテスト勉強あるあるはマジであるあるすぎてやばいんだけど、誰かがな、その YouTube のショート動画とかで調べたら出てくると思うんですけど、なんかまずテスト勉強ってなったら、まずプリントがないっていうところから始まります。私わかる、めっちゃプリント探したら始まります。わかる。でないやつはその友達に写真撮らせてもらったりしてやります。で答えも大体なくて、でも友達に送ってもらうんですけど、その友達も多分ね、多分めんどくさいじゃないですか。だから写真じゃなくて動画でなんかペラペラめくってんの送ってきて、それを止めて送るんですけど、その止めた時にちょっとなんか写ってない問題とかもあるんですけど、それはさすがに申し訳なさすぎて、もうその問題は捨てますそのもう一度聞く勇気はないんです、もうやらかしてる身なんで私は。ちょっとそう、プリント探しから始まって、もちろんテストは毎日一夜漬け一夜漬け毎日朝日見てます。もう頭痛すぎてもう死にかけても毎日ほんまに
マジで頭痛すぎてどうにかなりそうになるんですけど、だから電車とかも友達と普段ね朝とか行ってるんですけど、あ、ちょっとあの大学の話じゃなくて、あ、テスト勉強あるある、あ、大学のテスト勉強あるあるじゃなくて高校のテスト勉強あるあるなんですけど、電車とかも友達と待ち合わせて行ったりしてたんですけど、もうテスト期間中もしんどすぎて、もう友達と喋る元気がないから、友達を見つけてもうと知らん知らんふりして、なんかこう下向いて歩いてました。ほんまに頭痛すぎて、でもなんかな、勉強ってなんか終わりないんですよね。範囲決まってて、もう全部やらないと気済まなくて、あ、大学の話じゃないんですよ。で、日本史はテスト2週間前から勉強してました。日本史はマジでやばくて、ガチやばすぎて、日本史あのめっちゃ勉強しても、なんか日本史そうめっちゃ勉強してもなんかそんな別にいい点取られんけど、めっちゃ漢字をめちゃめちゃ変な覚え方して覚えてました。変な読み方して。大学のテストあるあるはそもそもテストの日程だの、え、どういうこと、どういうこと、大学のテストは勉強いらんもん、いるっているって、再履修なるって。大学は、大学のあるあるか、大学ある、大学のテスト勉強あるあるは何やろ、あ、でも確かに言語以外勉強してないと思う、そんなに。あとなんかオンデマンドのやつをもっと取ればよかったなって思って、オンデマンドのテストってなんかな、調べながらできるんちゃう。終わろう、突然なんですけどショールーム終わります。ルームスに移動するので気になるよ。あ、今何時か渡る、9時33分。え、やばい、めっちゃしてるねんけど、やばいって30分ぐらいしてた、まとらんけど、はい、終わります。バイバイ、さよなら、バイバイ、バイバイ。テスト期間にあるテストと授業内にテスト、ああ、それはあるかもしれん。最後のテスト、最後の授業のテストにやるのが多いかな。でもなるほどな、40分やってた、えぶめっちゃやってる、えぐすぎバイバーイ。あ、じゃあランキングはなんか危なすぎるって13位しんのすきさん、ありがとうございます。12位ずっこなさん、ありがとうございます。11位焼き鳥先生さん、ありがとうございます。10位バルゾアットユーザーさん、ありがとうございます。9位日高浩二さん、ありがとうございます。8位野原しんのすきのすきさん、ありがとうございます。7位ノーネームさん、ありがとうございます。6位平さん、ありがとうございます。5位ともたんさん、ありがとうございます。4位きねさん、ありがとうございます。3位ともひとさん、ありがとうございます2位まるるさん、ありがとうございます。1位は山田真希さんでした、ありがとうございます。ルームス配信好きすぎるやんな、ちょめっちゃ好きなんですよね配信。岩手比べしたいです、いいよ、ちっちゃいかな、まさらんけど、ぜひスクショして比べてみてくださいルームスします、さよなら。でも朝までねまだあるんで、ランキング忘れるのもはやってやってないですよ、本当に違うんですよ。あ、じゃあちょっと単語覚えながら配信します、さよなら、切ります、ルームス行くので。